B が文書 A の中にトランスクルードされている。トランスクルージョンとは参照によってある文書を別の文書に掲載すること参照読み込み。動詞型はトランスクルード。トランスクルージョンはハイパーテキストをなす機能の一つである。例えば日本に関する記事 A に人口推移を表すデータを記事 B から引用するとする。この時記事 A にデータを コピーペーストするのではなく、記事 A に記事 B 上のデータを直接表示できるようにする。このような参照関係は、両記事をリンクする役割も持つ。この用語は、テッド・ネルソンが作り、著書、リテラリーマシンで、ハイパーテキストや、ハイパーメディアと共に使われた。トランスクルージョンは、トランスクルードされた部分が、自己充足的であるときに最もうまく機能する。 つまりその文章の意味と妥当性は前後の文脈とは独立している方が良い。例えば、前説で説明したようにといった言葉は問題がある。トランスクルードされた文章は別の文脈に埋め込まれるため、このような言葉があると混乱が生じる。状況によっては、トランスクルードされた文章は文脈中立性を厳密に保持していなくとも、パラメータ化によって、 トランスクルード可能な形にできる。パラメータ化とはトランスクルードされた文章の一部を文脈に応じて変化させることである。HTML によるトランスクルージョンは今のところ限定的である。直リンクによる画像等メディアファイルのトランスクルードは簡単だがテキストのトランスクルードは難しい。HTML 文書全体を入れ子にすることは可能だが 文書から一部テキストのみ抜粋して表示する方法は標準化されておらず JavaScript プ,プログラミングを要する。ただしこのことはインターネットにおける帯域や計算資源への負荷、一般用途における文脈中立性、パラメータ化の費用対効果を鑑みれば必ずしも不完全、不適切とは言えない。HTML が現にハイパーテキストとして 最も成功し普及していることと合わせて留意すべきであろう。なお、プログラムにより、サーバ側で HTML 文書に他文書の一部を挿入することもできるが、この場合は、ハイパーテキストの本質によらない、単なる動的マージであり、こうして生成された HTML に挿入された情報は、参照ではなく、コピーである。ありがとうございます。